ドンチェリウスということで今回なんですけど、マリアーノから24年秋冬の新しいアイテムが入ってきましたので紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのが2型で、1型がねここにかかってるアウターなんですけど、もう一方が、アクセサリーというかベルトになるんですけど、まずねベルトからいくと、じゃーんってことで、はい、こんな感じの作りのベルトになってまして、まあ、簡単に言うとねドッキングのベルトになるんですけど、こっちのバックル部分はねいわゆるレザーのベルトで、バックル自体はちょっとスクエアがかったね、形になってまして、でドッキングされてる部分なんですけど、それがねはいこんな感じ、ちょっと細身で分かりづらいかもしれないんですけど、これがねあのいわゆるワイヤーですね、ワイヤーがはいこんな感じでドッキングされてます。でこのワイヤー部分が結構ね長めなんで、基本的にはねほとんどの人はこう2周して使う前提というか、はいこういう感じでね2周腰に巻いて、使うのがいいんじゃないかなと思います。まあもちろんねあのウエスト部分以外にも、例えばコートとかの上からこれをつけてちょっとアクセサリーっぽくね、つけたり、まあウエストベルトなんだ、ウエストベルトっていうかあのトレンチコートのベルトみたいな感じで使い方も面白いかなと思いますし、まあマリアーノらしいねあのドッキングの仕方かなと思います。で、バックル部分にはこれね内側、バックルの内側にはここねメイドインイタリーと白押しというか刻印が入ってまして、でこっちにはねはいこんな感じでねマリアーノのロゴが、白押しで入ってますっていう、まあ非常にマリアーノらしいアイテムで、一応ねあのお値段が3万2000円ということで、結構マリアーノにしては、お手頃なアイテムかなと思います。結構ベルトは毎シーズンねあの意外と値段は抑えめで、かつねデザイン性が結構面白いアプローチのものが多い印象で、それがね今シーズンバージョンっていう感じです。こんなねドッキングベルトですっていうのが、まず一型目で、今度二型目なんですけど、これは個人的にはね24年秋冬のマリアーノのこうショーで一番目立ってたアイテムなんじゃないかなっていうか、まあ個人的に一番好きだったというかなアイテムなんですけど、じゃーんってことで、はいこんな感じのアウターなんですけど、ちょっとねあのランウェイの写真でも挿入しておこうかなと思うんですけど、これね見た時めちゃめちゃかっこいいやんということで、今回オーダーつけさせていただいたんですけど、作り的にはねなんとも分類しがたい結構面白い、複雑なね、作りになってまして、まあ、コートなんですけど丈感的にはミドルぐらいの感じ、ちょい長め、ブルゾンほど短くもないしロングコートほど長くもないしみたいな感じのミドルコートみたいな雰囲気感で、でこれねはいこんな感じでもう見るからに複雑なんですけど、まあキーディテールとしてはまずねこのファイヤーマンフックが両サイドに、こんな感じで、散りばめられてるっていうのと、まあそれが開閉機構にもつながってくるんですけど、それの前に、ね、ここにまずこのベルトディテールというかこのストラップかなのディテールがあるんですけど、まあこれはねお好みでつけたり、つけなくてもいいんですけど、一応提案としてはこんな感じでね、こっから始まってこう一周させてこうクロスして、つけるようなつけ方が一応ブランドとしての提案なんですけど、ちょっと外した方がねこの服のディテールが分かりやすいんで外そうかなと思うんですけど、もちろん取り外しも可能で、はい外すとこんな感じのベルトなんですけど、これがね外すと、はい本体部分はこんな感じの作りになってます。で、一応機構としてはサイドがねこっちが左側が首元から裾まで、開閉できる感じで、スナップボタン、ファイヤーマンフック、スナップボタンでこんな感じで交互でね、配置されてまして、まあ、それをこう開けて、まあ、開ける幅とかもね調整できるんですけど、お好みで、できるっていうのと、片方はね全部開くんですけど、もう片方はね途中までしか開かなくて、こっちもまあスナップボタン、ファイヤーマンフック、スナップボタンって感じでね3段階でこっち開く感じで、まあ、いわゆるこうテック系のシェルドパーカーというか、なんかそっち系のアイテムのこのフロントのパネル切り替えみたいな、こんな感じのディテールに、ファイヤーマンフックのこのディテールだったりもプラスして、なおかつねなんか全体的にこうマリアーノらしい、いろいろなミックス感というかもありつつ、これ着た時にねシルエットが面白いんでね、そこもやっぱりマリアーノらしさ出てるなっていうところでね、さっき思ったんですけど、まあそれは後で、着てみようかなと思うんですけど、まあそんな感じの開閉機構になってて、フロントにはね結構大判なフラップ付きのボタンのポケットになってるっていうのと、あとはサイドが、はい、これね両サイドなんですけど、こんな感じでベントのディテールになってまして、ベントなんですけどフラップのこんな感じでボタンで開閉できて、なおかつねその中には
こんな感じでジップも付けられててみたいな2段階の開閉機構になってます。で、これはね両サイドともこんな感じで付けられてて、ここはシンメトリーなんですけど、アイテム自体は結構アシンメトリーな雰囲気かなと思います。で、ベース自体もアシンメトリーなんですけど、さっきのベルトのストラップのディテールというか装飾を加えることでさらにこう複雑さが増すというか、面白いね、作りになってまして、で素材自体もコットンなんですけど、これ表面に、コーティング加工してまして、ちょっと独特のねこの光沢感というかマットな雰囲気もありつつ、若干の微光沢もあって、なんかね質感的にはオイルドのジャケットというか、オイルドのアイテムに近い雰囲気の風合いに仕上がってます。で、あとね袖先とかもこんな感じでねファイヤーマンフックが用いられてるんですけど、袖の部分もこのねアジャスターのベルトアジャスターの仕様になってまして、ちょっとこう袖が二重になるようなイメージになってます。こんな感じでちょっとね分かりづらいんですけど、二重ではないかな、ちょっと半分二重みたいな、いや完全二重かな、完全に二重かな、うん、なんかこのベルト部分が独立してるわけじゃなくて、袖が一周あってそこが延長してもう一周されてるみたいな、その先に、このフックが付けられてるようなディテールになってたりとかで、だいぶね複雑な作りになってます。で、脇下にはねベンチレーションがちょっと分かりづらいんですけどあって、でこれね裏地がキルティングになってるんで、しっかりねあったかさもあってみたいな感じの機能性もあって、デザイン性もバッチリ効いてて、で色自体はなんだろうな、チャコールっぽい感じなんですけど、目視で言うと結構濃いめのグレーにまあコーティングをされてるってこともあって、ちょっと独特な光沢感と色味というかに、仕上がってて、でそこにメタルパーツが結構ねボリュームあって生えてて、なんか本当複雑な作りなんですけど、こうまとまりがいいというか、なんかそんな感じの雰囲気でね、めちゃめちゃかっこいいなと思って、今回入れさせていただきました。ということでね、実際着て、紹介していこうかなと思うんですけど、お値段とサイズ展開が、ベルトはねさっきも言った通りワンサイズのお取り扱いで、お値段3万2000円税抜きで、こっちのコートの方なんですけど、こっちが24万2000円税抜きで、サイズのお取り扱い S サイズのみ、です。ということでね着ていきたいと思います。ということでコート着てみたんですけど、はい、こんな感じです。めちゃめちゃいい感じじゃないですか、この感じね。なんかねこの縛られてる感じもいいし、なんかこのねフロントのパネルを見た時のこの特にね襟元とかこのねエッジの立ち方というか、なんかねこのフロントパネル感が結構強くて、いわゆるフロントパネル感というか、なんかなんて言ったらいいかわかんないですけど、まあ要所要所このエッジの効いてる部分が結構あってね、このサイドベントのこのフラップの部分も開けたりするとちょっとここも立つ感じもあるし、まあ一番ここがね分かりやすいかなと思うんですけど、なんかねこの平面的な感じもありつつ、ギミックはいっぱいあって奥行きはあってみたいな、その多面的な雰囲気もあって、めちゃめちゃね面白い服に仕上がってるかなと思います。なんかねパッと見こうなんだろうな、リアリティがいい意味で、薄いというか、どっちかというとこう二次元的なかっこよさもあって違和感もあるんですけど、ただねなんかいい具合にこうミックスして、マリアーノらしさのエッセンスを加えて、こうオリジナリティのあるアイテムにね仕上がってて、本当にねまとまりがいい感じに落ち着いててね、めちゃめちゃかっこいいアイテムになってるかなと思います。でファイヤーマンのねこのフックも着てみるとねより伝わりやすいかなと思うんですけど、結構ボリュームもあるんで遠くでもこのディテールが光るかなっていうのと、やっぱりこのバインドされてる感じというか縛られてる感じもねなんかいいですよね、この感じで。マリアーノの服というかジャケット系は結構ね肩が例えばテーラードジャケットで言えば肩パッドがっつり入ってたりとか、割と肩オーバーめにドロップショルダーで作られてるっていうのも多くて、なんかこのドロップショルダーの感じなんですけど、ウエストはここで縛られてるみたいな、このシルエットのメリハリというかもあって、なんかよりこうマリアーノらしさも感じられる点もありつつ、あとさっき言い忘れてたんですけど、この袖のね、内側とか、あとはこの襟の後ろの部分なんですけど、ここはねコーデュロイで、切り替わってます。で、開閉もね本当に何パターンも楽しめるんで、まあ、2個開けたりとか両方開けたりとか、なんか本当にそれぞれで楽しみやすいかなっていうのと、あとはこのストラップの付ける位置も本当にこれあくまで一つの提案なんで、
なんかほんといろいろな位置でね、例えば斜めにつけるとかもしてもいいかなと思いますし、このファイヤーマンフックの受け手というか、がある部分だったらどこでもつけられるんで、なんかこれもね、着る人によって結構この服のね、さっきも言ったんですけど、シルエットのメリハリをつけて、なんか独自の着方を開発できる服にもなってるかなと思います。で、今ね、このベルトというかストラップつけた状態だったんですけど、外すとね、こんな感じになってます。これもこれでね、なんだろう、より服の面白さというか、さっき言ったこのフロントパネル感がより出やすいかなっていうのと、あとこの大判のポケットはマチも付けられてるんで、物入れた時にね、はい、こういう感じでちょっと 3D になるような作りになってて、まあマチが付けられてるんで、よりねキャパシティもあるしみたいなところで、機能性もしっかりあります。で、ちょっとね、片方全部開けてみようかなと思うんですけど、全部開けるとね、はい、こういう感じです。まあもちろんね、開閉機構が左側が全部開くんで、開けた時のこの斜めに、行く感じというか、このダランとする感じで、着てもいいかなと思いますし、まあ攻めた人も全部外したりとか、なんかこの辺のね、組み替えも自由にできるかなって感じで、例えば本当にね、いるかわかんないんですけど、この反対側のこっちにつけてとか、なんか結構変形させてね、着たりとかもいいかなと思いますし、本当にね、面白い服で、ブランドらしさもあって、唯一無二な雰囲気もあって、で、めちゃめちゃね、着てて、おお、なんだあの服はっていうね、こうフックにもなるギミックがたくさんあって、素材自体も面白い服になってるかなと思います。ってことでね、ぜひ気になった方、概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼ってきますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また